私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんドーン。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は長野県長野。ルーレットは絶対。やってきました、長野県長野駅。信州の要衝だけあって、大きくて素敵な駅。そしてここは1998年、日本中が一つになった冬季長野オリンピックの開催都市。船木すごい吹雪。いやー、あのシーンはさ、まだ私が生まれる前だったけど、何回見ても泣けるよね。仲間っていいな。スキージャンプラージヒル団体で金メダル、個人でも金のエース船木選手。仲間のためにも劣勢の中、このジャンプでメダルを決めたんだよね。感動したな。ここでワンポイント。長野は冬季五輪開催都市として最南端にあり、日本での開催は2021年の東京を入れて計4回。これは世界で3番目に多いんだって。それにしてもすごい吹雪だったよね。よくこんな中で飛んだもんだけど、その時と比べて今日はまさに快晴。長野の旅、全力で楽しむぜ。おい、お前いい加減にしろよ。はあ、お前こそ。なんだ、大の大人が駅前で喧嘩してるの。ここ長野市のお土産といえばおやきに決まってるだろ。縄文時代から食べられてる郷土料理だぞ。はあ、確かに歴史はすごいしうまいけど、日持ちはそんなにしないだろ。その点、缶に入った八幡屋磯五郎の七味唐辛子はお土産に最適だって言ってるの。冷凍だってあるし、七味だって使う機会が限られてるし、苦手な人だっているじゃねえか。てか、お姉さんどう思います？え？私？すいません、急に話を振られても困りますよね、このバカが。よかった、気遣いできる人だわ。それによく見たらイケメンだし、お助けありがとう。ちなみにお姉さんは観光の方ですか？はい、東京から来たさとみって言います。よし、じゃあ長野市のお土産はおやきか八幡屋磯五郎の七味唐辛子か、観光に来たさとみさんに決めてもらおう。明暗、運は天にあり、さとみさんに託す。ちょい待ち、安心してたわ。気遣いできるイケメンだったから安心してたわ。別に決めてもいいんですが、私、おやきの味も八幡屋の七味もちょっと勉強不足で存じ上げなくてですね、八幡っていうめちゃくちゃ仲良しで、しかも可愛くてお芝居が超うまい親友はいるんですが、決めろっていうなら、あ、イケメンさんの七味かなって。よっしゃ、はい、勝ち、俺の勝ちね。待て、その前にさとみさん、おやきも八幡屋磯五郎の七味も知らないの？すみません。ちょっとあんたたち何やってるの？おお、レイカとハルカ、お前らまだ講義あるって言ってなかった？は？とっくの塔に終わってるわよ。あんたたちまた喧嘩してるんじゃないでしょうね。別にしてないし、ただ長野試合を語ってるだけだよ。何が長野試合よ。健一の出身は山梨、流星君は新潟でしょ。え、そうなんですか？てっきり地元の人だと思ってました。なんかすみません、こいつらが。私はレイカで、こっちがハルカで、この二人がケンイチとリュウセイって言います。あ、
私は里美って言います。里美さん、私たち同じ大学で郷土学について勉強してるんです。そうなんですね。それで毎回こんな風に言い争いになるんですよ。もう喧嘩するなら川中島でやれっていつも言ってるんです。川中島？さとみさん長野に来てて川中島知らないの？すみません。マジか。まあ簡単に言うと、ここ長野市にある川中島ってところは、現在の山梨を治めた武田信玄と新潟を治めた上杉謙信が幾度にわたり戦った場所のこと。そこが今史跡公園になってるの。ほー、1561年の第四次合戦で信玄と謙信が直接対決したあの伝説のシーンの銅像があるのよ。詳しいですね。それで川中島。ちなみに長野市に来てるってことは、もちろん善光寺は知ってるわよね。善光寺。はて、ずこー。それじゃあ八幡屋磯五郎の七味もおやきも食べたことないわけだ。じゃあさ、ここで会ったのもなんかの縁だし、もう仲間ってことで。仲間？私たちについてきな。七味もおやきも善光寺も全部案内してあげるよ。本当ですか？嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあまずはおやき。小麦粉やそば粉で作った薄皮に野沢菜などを包んで焼いたり蒸したものがおやき。ほら食べてみ。はい、いただきます。おいしい。野沢菜たっぷりで皮はもちもち、焼いてることで香ばしさもあって、何個でもいけちゃううまさ。なるほど。じゃあ次は八幡屋磯五郎の七味唐辛子。あ、この缶見たことあります。やっぱり有名だよね。お蕎麦屋さんでよく見るけど、昔は薬としての意味合いが大きかったらしいです。薬ですか？創業は1736年、ご利益抜群の善光寺で売り出したのが商売上手の八幡屋磯五郎さん。確かに善光寺で売り出すなんて安心と信頼しかないですよね。皆さんお待たせしました。てか里美さん、いっぱい買ったね。ああ、二人のおすすめが上手で甲乙つけがたく、冷凍焼きと七味を超爆買いしちゃいました。では次行きましょう。健一さん、実は流星さんには内緒なんですが。ん？私的には長野市のお土産は八幡屋磯五郎推しですので。え？あ、どうもありがとう。はい、そこの二人何してんの？急いで、次は善光寺に行くよ。うん、すぐ行く。私たち怒られちゃいましたね。ここでワンポイント。善光寺の創建は642年、難波の堀江で拾ったご本尊様を名の由来になった本田義満が自宅で祀ったのが始まりらしい。ちなみにここのご本尊様は日本最古の仏像と言われていて、今は誰も見ることができない絶対秘仏として扱われているんです。へえ、絶対秘仏ですか。ちなみに俺たち4人がそれぞれ付き合ってやるのも大学では絶対秘密なんだよな。へえ、絶対秘密なんですか。え、今善光寺の情報とは別でそれぞれ付き合っているとおっしゃいました？うん、俺とレイカと、こっちはケンイチとハルカ。ガーン。ケンイチさん、彼女いたんかい。そしてこんな近くで2対2のカップルやったんかい。気づかんかった。浮かれてたわ。また私浮かれてたわ。てか、せっかく仲間って言ってくれていろいろ案内してくれてるのに、抜け駆けしてケンイチさんと2人で恋の放物線を描き、愛の金メダルを手に入れようとしてたなんて、なんてやつだ、なんて罰当たりなやつなんだ。里美さん、大丈夫ですか？はい、私は大丈夫です。ちょっとですね。
ここから先は一人でお祈りしていこうかなと思いまして。え、急になんでですか？そうですね、おそらく心が汚れているからですかね。こんな私にとっても親切にしてくださって本当にありがとうございました。そうですか、わかりました。ご本尊様、どうかこんな私をお許しください。あれ、大丈夫か？多分。でも心配して戻ってきてよかったね。うん、お祈りが終わったらちゃんと駅まで送ってあげよう。お許しを。最後までご視聴ありがとうございました。ほっこりしたよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。